おいーす、どうも、タジマルでーす。というわけで、今回の動画なんですけど、今回の動画、タジマルでは、バトサーブの方にチャレンジしていきたいなと思うんですが、タジマルの動画をこう見ていただいた方からさんの、アドバイスの方をもらいまして、一つが、まずタジマルのバトサーブ、力みすぎっていうものがあるので、そちらの修正をこの動画では加えていきたいのと、もう一つが、下から上にラケットをこう振り抜いていく、そういうイメージを持った方がいいっていう意見があったので、こちら2つを参考にしてカドサーブの動画を撮っていきたいと思います。それではレッツゴありがとうございました。やってみて思ったことがありまして、下からこう上に振り上げることによって、ラケットの面にこうボールがかかるイメージがよくついたのと、力を抜くことでより面とボールが触れる時間が長くなって、よりカットの変化がついたのかなという印象があります。はい、というわけで今日もタジマルチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。タジマルチャンネルでは日々ソフトテニスを通じてステップアップしていけるように動画の方を撮ってますので、ぜひともチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。そっ